どうも皆さんこんばんは、ゆるくりです。今回はですね、また弾丸論破やっていきたいなと思います。前回まさかの、もしかしたら黒幕が殺されているかもしれない、では黒幕がね殺されているっていう謎の終わり方だなったんですけど、でね、ちょっとその死体が謎の鍵を持っていたというところから、トガミ君からパシられましたね。パシリを頼まれましたね。で、5階の生物室、4階の学園長室、情報処理室、で、2階をね、その鍵がどっか合うんじゃねえかってことで頼まれましたね。まず、ちょっと全部一通り見ていこうか。でも生物室そもそも鍵穴ないもんね。って別なのに鍵があったんじゃない？てかそもそも鍵が入らない。鍵あんの？なんかパッと見生物室鍵がないように見えるけど、まあ他行ってみるか。多分ね、今多分操作中だから多分ね、あれなんだと思う。マップの移動使えるか。で、科学室、あと学園長室か。学園長室どうなんだろう、いけるのかな。学園長室にどういうふうに鍵がかかっていたか、よし試してみよう。あれ、鍵が入れないな。このドアじゃないところか。学園長室にでもキリキリさん入れてたって言ってたけどな、気のせいだったのかな。それでももう直したのかな、モノクマが単純に。じゃあここだよな。あとは情報システムにどれに鍵がかかってたりだけど、よし試してみよう。あ、開いた、入った。じゃあこれって情報処理室の鍵だったんだ。情報室の鍵だったんだ。2回言う必要はないと思うんだけど、とにかくこんなことをみんなにも知らせないで、僕は走って植物園へと戻った。戻ってきたか。成果はどうだった。あの鍵が開いたのは4階の情報処理室、あの部屋だったよ。じゃあ情報処理室に入るようになったのか。なるほどな、そういうことだったか。だがあの死体はなぜ情報処理室の鍵なんか持っていたんだ。どうやら情報処理室に行って確かめてみる必要がありそうだな。うん、そうみたいだね。ここだな。いや、もう開いてるよ。ドア開けたとかさっき見たけどドカーンなんてことはないよね。このタイミングでそういうこと言うなって。でも別に廊下にその機関銃とか設置されてるわけじゃないから、別にそういうのはないんじゃない。心配する必要はない。俺たちには苗木がいる。あれ？あれ？俺いけ、あれ？あれ？生贄にされてる？なんか生贄にされてる。任せたぞ。やっぱ鉄砲玉。また信用しているということだ。嘘、絶対使われているだけだ。悲しい。ちょっとドアに手をかけたところで思わず目をつぶった。そして祈るような気持ちでゆっくりドアを開ける。そりゃそうだよな、爆発されたら困るもんな。何も起きない。そう確信した後でゆっくりと目を開けると、うわ、一言で言えば奇妙ね、部屋。あ、ここがあれか。そのなんだろう、毎回朝 のモーニングコールとかで映ってる、あれなんだろう、監視カメラのような部屋なんだね。今までの部屋もそうだったが、この部屋は会社それでも別格の奇妙さだった。今までのような見せる恐怖ではなく、裏に潜んだ真の意味での恐怖。この部屋にはそれが充満しているようだった。おい、あれって博士君が震える指で刺したのは君に見込まれた複数台のモニターだった。しかもそれらの画面に映し出されていたのはどれもか学園内の光景だった。宿舎から教室まで学園内のありとあらゆる場所がそのモニターに映し出されていた。やっぱ
これでこの俺らのことを監視してるんだよね、多分。これって何？監視カメラの映像か。学園内に設置されている監視カメラ、あれで捉えた映像がこのモニターに映し出されているようだ。そういうことか。つまりこの部屋は俺たちを監視する目的で使われていた部屋。俺らを監視するため。じゃあこの部屋って決まりだ。間違いない、黒幕の部屋だ。黒幕の部屋でも確かにそうとしか考えられない。つまり黒幕はこの部屋で僕らを監視していたんだ。まあそうだよね。どうやらこれで確定したようだな。何が？さっきの植物庭園の死体だ。こんな部屋の鍵を持っていたということは、あの死体は黒幕、戦場ムクロとやらだったということだ。じゃあ黒幕って死んじゃったの？本当に死んじゃったの？そのようだな。まあ、マジかよ。あけないわね。白夜様が殺すまでもなく死ぬなって。黒幕が死んだ？本当にそうなのか？これで全てが終わりなのか？だって植物性の死体って明らかに自然死なんかじゃなかった。まあ誰かに殺された感じだったよね、絶対。つまりあれは誰かが。ゲイだよ。でも黒幕が死んだってことは、じゃあ出られるんだな。やっとここから出られるんだな。そうと決まれば出口だ。出口探すべ。やめろ。いや、この部屋を下げると調べるのが先だ。はあ、出口は黒幕が死んだんならここから逃げることなどいつでも可能だ。だがそれよりも今は黒幕がどんな目的で、ああそうだね、そうだね、明確な目的があってこののでゲームを開催してたってことだから、まあその目的をまずね明かすというか、まあ調べない限りはちょっと納得の できない感じになっちゃうしね。それに黒幕が殺されていた件も気になるし、殺されてやっぱり戸上くんもそう。当然だ。当然だろ。あの下を見れば一目瞭然だ。間違いない。黒幕は、まあ、誰かに殺されて殺されたんだ よ。なんで黒幕が殺されて悩んでんだ。それ誰に、うん、それを明らかにするためにも、じゃあ今回も一応なんだろう、学級裁判が存在するのかな。一応と、まあ、誰かが黒幕とはいえ殺されたっていうことを考えれば、それは明らかにするためにも黒幕の素性や目的を探る必要があると言ってるんだ。ああ分かったでしょ。黒玉虫が今バカヤ様に口答えを禁止よ。黒幕の目的、そして殺された理由か。確かにこの部屋になら手がかりがあるかもしれない。黒幕のいたこの部屋になら。では早速始めるぞ。黒幕の正体を暴く時間だ。いや、なんだろう、まずこのモニターもそうだけど、このモノクマの扉もそうだよ。奥行けるのかな。モノクマのマークが書かれた不気味なドアだ。この中には何があるんだ。開かないのか。ダメだ、そのドアと開けないの。この部屋の鍵でもダメだから一応試してみるね。やっぱりダメだ、鍵穴にすら入れない。そっか、でも気にしないでも大丈夫だよ。だって黒子も死んだんだしさ、もう何も起こってこないよ。うん、そうだね。モノクママークとあれ気になるけど、気にしすぎても仕方ないよな。浅井さんの言う通り、黒幕はいないんだし、もう怯える必要はないんだからな。パソコンが並んでいる。アルザイが入っていたパソコンとは違って、かなり高性能なパソコンみたいだ。電源が入っているだが、どうやらロックがかかっているよ。使えないってこと？気合でなんとかならないよ。はあ？あんたいつの、原始人か。あんたいつの時代に違いしてよ。もしかしたら黒幕がこのパソコンでネットワークを監視してたのかな。それでアウトアイブそうかもしれない。なんだ、だから今更そんなことを気にしてもまあ何の意味もないぞ。そうだよね。これなんだ。これ世界つかあのせ、まあ、部屋中に今ね設置されたこのモニターの数もそうだけど、このなんだろう、世界地図みたいな、このモニターも何なんだろう。なんかこれもちょっと気になる。世界地図バカみたいな数のモニター、黒
車からこのモニターで僕らを監視していたんだよな。うん。俺さえあれば。え？白夜様、あんな姿やこんな姿が見たい放題じゃない。月額はいくらなの？俺はそこにはノーコメントで。あと。てか思ったけどさ、黒幕の部屋なわけじゃん。黒幕の部屋になんで監視カメラあるの？いつでもどこでも監視カメラにつくまれとわれて、それにしてもどこにでも設置してあるんだな。一体何台あるんだよ。黒幕の部屋なのにわざわざこれ必要かな？てかね、ちゃんと、なんだっけ、もうここはもう寄宿舎のあれじゃん。これなんだろうな、美術室の倉庫さんのあれ、物置とかで厨房というか、まあ、食堂かで寄宿舎で植物店で植物店、あ違うな、美術室前かな、これは。まあ、学級裁判所前で、まあ、プールとかあるけど、思ったけどね、ここ行ったっけな、ここまだ行ってないような気がするんだよね。まあ俺の勝手な想像だし、あとここもね、ここの2つまだ行ってないような気がするんだけどな。そこがなんだろう、生物室とか学園長室のことなのかな。もしくはこのね、ここはこ、もしくはね、このモノクマのマークの奥とか、その可能性を十分に考えうるよな。で、あとこのモニターなんだこれ。この問題には何も映ってない。え、その問題には横にあるのって、それって室内アンテナじゃないのか。そうだべ、俺のばあちゃんが使ってんと一緒だ。地デジ対応の室内アンテナだべ。じゃあそのアンテナをつなげばテレビが見られるってこと？え、テレビ？ダメ。出たな、テレビっ子。いや、そんなキャラつけつけのキャラ付けされたことはないけど。でもテレビ見られるなら、はい、やってよ、早く早く。そうだな。そうか、みんな外の情報に飢えてんだな。うん、よっしゃ、すぐに映るようにしてやるに、やっから任せとき。宇宙船地球号に乗ったつもりで任せとけって。大船って意味では間違ってないけど、なんかリアクション困るな。ダメ。ふむふむ。およ。およよよよよよ。どうしたの？テレビっ子にはローダー、テレビが映りそうだべ。本当に？うん。あとは電源を入れるだけだ。なんだ。やってみろ。ったく黒幕のやつめ、俺らには、いや、外の世界と決別しろとか言ったくせに、一人でこんなもん見ようったって、そうはいかねえっての。お。ん？あれ？ここさっきあれだよね、その監視カメラで映った場所だよね。あれ、これって、この部屋の監視カメラの映像だよね。なんだこりゃ。あれ、おかしいな。おい。おい、何をやってるんだ。およ。うん、えんだべ。あんたはただ変じゃないわ。いろんな意味で大変なのよ。いや、なんか、それはちょっと、うまいと思ってしまう自分がいる。ゲーだよ。でもこのモニターは室内アンテナとしかつながってねえはずだべ。だから監視カメラの映像がの映るはずねえのに。それはとりあえずチャンネル変えてみれば。そうだな、うん、やってみっか。ハグル君が次々チャンネル変えていく。それでもモニターは僕らの姿を映し続けていた。え、どういうこと？な、奇妙としか言えないな、これに至っては。どういうことだ？チャンネルを変えても自分たちしか映らない。ん？上手率にいる今現在の僕らの姿、どういうことだね。なほら、壊れてるとか。もしかすると、いや、もしかしたらこのテレビ自体に仕掛けあんのかもしれねえぞ。お前しれっと出てきてんじゃねえよ。お前仕掛けってどういう仕掛け？実際そりゃ分かんねえけど。え？ん？え？は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 ？
やーてめえら久しぶりじゃん。も、モノクマ。なんで、あんた、死んだはずじゃない。ギャー、この俺が死んだ、わけわかんねえこと言ってんじゃねえじゃん。つうかキャラ変わってるし。変わるな、変わって当然クマ。あれからもう2年も経つんだし。は？2年？そんな経ってねえべ。ぜいぜい半日だべ。っていうか、なんで動いてんの？それだよ、それ。うぽぽぽ。お前らの顔、そんな顔が好きなんだよね。希望が絶望に変わる瞬間の顔、それを見たかったんだよね。まさかそのために、死んだふりをしていたと、でも言うのか？クマの死んだふりなんてありゃじゃない。普通、お前らの方がクマの前で死んだふりでしょ。まあ確かにそうだな。リアルのクマと出会った時は、あ、でも実際なんか、ね、ネットで話題になっ、なんかネットで一回話題になってたよ。そんな映像が話題になった気がする。なんか実際モノホンのクマを見て、なんだろう、そのまま石像みたいに動かないようにしてたら、クマが気づかずそのまま通り過ぎていくみたいな映像があったような気がする。これは笑えるね。笑おうと、あはははは。なんか、というわけで、さあそろそろ未来に絶望を持つ時間だよ。希望に溢れた過去を切り捨てようじゃないか。いや、希望にか、歌あり、溢れた過去、未来を持つんだよ。どちらかと言った。反対、混ぜろ、多少は。未来に絶望を持たず、希望に溢れた未来を持つんだよ。お前らにはもっと楽しんでもらわないとね、この殺し合い学園生活をね。嘘でしょ、まだ続くってこと？そんな、ここから出られるはずじゃ。ここで出たい？まだそんなこと言ってんの？あのさ、そろそろ理解しないって、ここから出るのは不可能なんだって。だから、あくまであれなんだろうな。その、本当にここから、この学園から出る条件はもう、本当に人を、本当に誰かを殺さないと、その、あれは成り立たないってことなんだろうな。何にさ、この生活だって全部悪いことばかりじゃないじゃん。それは生きてれば嫌なこともあるのも当然だけどさ。ふざけないでよ。こんなの最悪じゃない。最悪っていうか絶望。あはははは。ふぅ、笑い疲れたんでそろそろ本題に入りましょうか。本題？あのね、あ、そのテレビだよ。お前らいいところに目をつけたよね。そうなのです。このそのテレビはこの学園生活を語る上で欠かせないものなんです。欠かせない？一見なんだろう、普通のテレビとかにしか見えないけどな。何？やはりこのテレビには秘密があるんだな。どういうことだね。砂アンテナしか伝え出ねえんだぞ。どうして監視カメラの映像が流れ続けてんだ。ポポポ、気になってる。じゃあ出血大サービス、そのテレビについて押し上げてあげましょう。そのテレビは間違いなくアンテナ受信したテレビ電波の映像を流してるだけなんです。え、どういうこと？テレビ電波を流してるだけって、だってここには渡したけど。うん、どういうこと？まったくもう、ちょっと待ってね。アンテナを受信してテレビの電波の映像を流してる。だからつまりここの映像以外のそのだから外の世界のテレビでも同じ映像が流れてるってことかな。じゃあ、あー、そういうことね。だからこの、だからネット映像、ネットというかこののテレビ映像は、いや他のテレビ中継というか、ね、ネットをいやは拾ってでこう全国に流してるってことは、だからそれを自分たちはただそれを見ているだけに、過ぎないってわけか。この殺し合い学園生活は完全生中継に、全国ネットで絶賛放映中なのだ。は？この殺し合い学園生活は、2回同じことを言ったな、貴様。さっきのナイフみたい。完全生中継により全国ネットで絶賛放映中なのだ。何と言われても意味がわからない。
意味が分かってもその意味が全く分からない。なんなの、中継とか全国ネットとか、なんだ冗談。そんなことが、まさか電波ジャック、監視カメラの映像をデビュー流してるか。そんないくらでも不可能だべ。その過信がお前らの危機管理の甘さなんだよ。ちょっとしたコツさえあればテレビ電波のジャックなんて楽勝モードなのだ。本気で言ってんのか。もちろん、もちろん。言う、きしんでいた。僕の先生が音を立ててきしんでいた。ジュクジュクと不気味な音を立ててきしんでいた。あのね、全てに意味があったんだよ。僕がことがあるごとに学園の謎に迫るヒントを教えてあげたのも、お前らをここにおびき出してたのだってそうだよ。意味もなくそんなことするわけないでしょ。まあ確かに意味なくそんなことする理由がねえのな、そもそも。すべては全国の視聴者諸君に向けた前代未聞の絶望的公開生中継のための絶望エンターテインメントを演出していたのです。これぞ究極のリアリティショー、まさしくリアル絶望エンターテインメント。何言ってんの、嘘だ、こんなのがテレビで流れてたら警察だって世間だって大騒ぎだよ。そうだべ、助けに来ねえわけはねえべ。実はすでに来てたりして、え、はい、っていうかさ、所詮他人事だからね。テレビを見て危ないと叫ぶ人がいたとしても、本気で助けに向かう人なんていやしないでしょ。そういうことか。だから一回のなんだろう、テレドラマとかそういう扱いをするもんな。だってなんだろう、このの、ね、あれ映像もしドラマとかアニメとかそういうあれ観点というかそういうジャンルとして流した場合、まあ誰も本も物本で起きてるなんて思わないよな。よくよく考えたらね、ドラマとか見ててね、そのドラマとかサスペンスのサスペンスドラマとかで、まあ誰かがその殺害されましたってなって、で本気で警察呼ぶ人なんかまあいねえもんな。それを逆に逆手に取ってるってことな。そういうことなんじゃない、よくわかんねえし、どうでもいいんだけどね。バカな。だが公共の電波をジャックするなど天文学的な資金や設備が必要となるはずだ。なぜそこまでするのかって、ブブブブ、それはねまだ内緒なの。だってみんなには先にやることがあるでしょ。先にやること、もちろん、もちろん例のやつだよ。そういうことか。死体が発見されました。一定の自由時間の後、学級裁判を開きます。え、学級裁判って、じゃあまさか、ププ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 プ、そういうことか。あの人も黒幕なのか。じゃあモノクマファイル、モノクマファイル5は置いておくよ。ま、手で頑張ってね。さてと、これから忙しくなるぞ。今日はたくさん反響がありそうだな。楽しみ楽しみ。そしてモノクマは去っていた。意味不明で理解不可能な事実と絶望だけを残して、うわー、やっぱ結局始まっちゃうんだね。どんな形であれ。しばらく経っても僕らはその場を動けずにいた。動くどころか立ってるのもままならない状態で、いや、さっぱり意味わかんねえべ。絶望的公開なめ中継とか、それにあいつなんで生きてんだって。もうやだよ、やっとこっから出られると思ったのに。それに学級裁判ってなんなのよ。黙れ、決まってるだろう。学級裁判は学級裁判だ。つまりこれから俺たちは犯人を突き止めなければならないということだ。キリギリ京子を殺した犯人、ちょそこには反論するよ。さて、まだキリギリさんが死んだとは限らないでしょうか。え、どういうことだ、ね、何言ってた。殺されたのはキリギリ、戦はムクロだったはずだべ。女の死体ということならキリギリも当てはまる。それにモノクマが動いていたとなると、まあそれだったら黒幕が死んでねえ証拠だよな。
黒幕である戦場ムクロが死んでいなかったということだ。つまりあの死体は戦場ムクロじゃない、キリギリ強子だったんだ。それ以外考えられない。まあそうだよな。いやでもあの死体がキリギリだ、キリギリさんが殺された、そんなの嘘だ、そんなことあるわけない。だってまだ彼女のことは何も知らないのに、彼女が何者だったのかさえ聞いてないのに、それで終わりなんて、そんなの信じられない、そんなの信じられないよ。黙れ。お前が信じようと信じまいと関係ない、真実は真実でしかない。それでも信じられないと言うならお前自身が確かめてみるんだな。僕自身がとにかく始めるぞ。でも でもさ、学級裁判が開かれるってことはさ、もしかして犯人って。そうだ。ああそうだ、この学園生活の参加者ということになる。じゃあこの中の誰かがキリギリッチを殺したってんか。いやそうとも言い切れんがな。え、だって今そう言ったばっかりじゃ。黙れ。今お前らに説明している時間はない。俺も芝居調べたいことが山積みなんだ。とにかく始めるぞ。命が惜しければお前らも必死に捜査することだ。それはここのルールなんだ。そうだね。おお、ちょっと音楽がちげえ、かっけえ。とにかくまずはモノクマファイルの確認だ。爆破による損傷が激しいため死体の身元は不明。この爆破は被害者の死後に行われている。腹部のナイフの傷は背中まで達している。このナイフによる刺し傷は1箇所のみ。また後頭部に殴られた形跡のある。鉄パイプ等の太さの棒状のもので殴られる様子。他にも全身に数多くの傷跡があるが、ここ数日なのだ。以前からあった。やっぱりモノクマファイルでも死体被害者の正体は明かされてないのか。まあまあいくらなんでもそのあれか、まあ、モノクマファイルとてまあ優秀な道具じゃないってことは分かったし、それでも音楽急にかっこよくなりすぎじゃない。それとも僕は確かめるしかない。自分の目で確かめてみるしかない。どっちにしろ真実を明らかにしなければ僕たちは殺されてしまうんだ。行こう、現場の植物園に。まずは一つ目か。よし、始めるぞ。気になるところを片っ端から調べていくんだ。今までと同じようにやるだけだ。ちょっとね、前から気になってたんだけどね、これ俺どちらかって言ったらこの死体よりね、ちょっと先に目がいっちゃったよね。こっちこの赤い破片みたいなの何なんだろう。これは何かの破片みたいだけど、焼け焦げているせいで、はっきりとは分からないけど、どっかで見覚えがあるような。どこで見たんだ、もしかしてあの場所か。後で確認しに行ってみた方がいいねかもしれない。あの場所、どこだ。まあ、あとは凶器だよな。ナイフが落ちてるな。このナイフってもしかして、爆発したと同時に、で、そのまま、飛んでっちゃった。思ったけど、爆発したってことは、それが吹っ飛んで誰かに当てたらもっと危ねえな。きっとそれが爆発の衝撃不調なんだな。確か、モノグマファーリによると、ナイフの傷は、腹部から背中まで出す。言ったんだよな。ということはこんなナイフは致命傷なのか。でもまあそうだけど、サバイバルナイフって本当に切れ味は本当にマジでいいよな。だってそれでもこのナイフ見覚えがあるというか、もしかしてこれって、そうだ、あの時のあいつが手にしていたナイフなんだ。奇妙だと、妙な点1点多すぎる。昨日僕を襲った覆面の人物、その手にはナイフ、あのナイフ、そしてここで覆面の人物の服に刺さっていたのあのナイフ。じゃあもしかしてこの覆面の人が刺された原因って、あの時無我夢中で反撃した僕がナイフを奪い取って、それで僕が
そうだもんな。いやでもその線も十分に考えられちゃうんだもんな。だあのあとなんかなんだっけ、大輝くん自身なんだろう、その後抵抗したのを覚えてるって言った後、なんだろう、抵抗してるって言ってたし、その後なんか意識が途切れちゃって、その記憶もまだ曖昧だし、だからその線も十分で考えられるのかな。今回は完全に否定できるわけじゃないな。それにここでコンサルティ覆面の人物がキリギリさんだとすると、僕を襲った覆面の人物もキリギリさんってことになるけど、どうして覆面なんか分からない。あの夜のことは何も覚えてない。でもまさかそんなことはあるはずないよな。現場に落ちてたナイフ、ちょっと時間もいいくらいだから、ちょっと今回はここまでしようかな。ではもし面白いと思えればね、チャンネル登録よろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。では失礼します。